父親のような立派な勇者に憧れる優は、今日も早起きして朝の修行を始めます。朝の日課は剣の素振りです。剣と言いましたが、実際のところ優が持っているのはただの木。でもこの木の棒はいつかの修行の時に見つけた大のお気に入りなのです。ずっと使い続けているので、優の手にすっかり馴染んでいます。今日もやるぞ。優は昨日の冒険が楽しかったのでとってもご機嫌です。いつもより大張り切りでブンブンと木の棒を振り回していた。ああ。優は近くにあった岩に気づかず棒を思いっきりぶつけてしまいました。木でできたその棒はバキンという大きな音を立てて、見るも無残に折れてしまう。玉座の間に駆け込み、棒が折れたとおいおい泣く優を王様ドラゴンはよしよしと慰めます。そうだ、こうしよう。今日の修行は麓の村の鍛冶屋さんまでお買い物に行くというのは、きっと優にぴったりの新しい剣が見つかるよ。王様ドラゴンは、村の鍛冶屋さんまで、今日も一人で行っていい？えぐえぐと泣きながら、優。今日も一人で行っていいよ。行けるかな？優はまだ棒が折れたことを引きずっていましたが、一人での冒険やまだ見ぬ剣へのワクワクの方が勝っている様子。よろよろしながらも玉座の間を出ていきました。ふう、やれやれ。ケラはいるか？王様ドラゴンが呼びかけると、玉座の間の天井から小柄な雲のような魔物が白く細い糸にぶら下がり、スルスルと降りてきました。はい。王様と呼んでくれないか？失礼しました。何かご用でしょうか、王様？
すまんが、ユウより先回りして鍛冶屋へ向かってほしい。王様ドラゴンはユウのために扱いやすい武器を渡してもらえるよう鍛冶屋の主人にお願いしておいてほしいと承知しました。では行ってまいります。そう言うとケラはスススーッと音もなく糸を登り姿を消しました。これでよし。いや、念のためにユウの後を追うか。こっそりと。そう言って王様ドラゴンは
山のふもとに魔物の集まる村がある。そう聞くととても恐ろしげに思えるかもしれない。だけど魔物の社会は思ったよりも複雑で、凶暴な魔物もいれば穏やかな心を持つ魔物もいるのだ。ここは共に生きることを願う者たちが集まる魔物の村。山の王様んところのお嬢ちゃんじゃないか。何か用かい？ユウは折れた棒を見せ、はあはあ、これは見事にぽっきりいっちまってるね。いいよ、あたしが腕によりをかけてあんたに特製の剣を作ってあげるよ。本当？とユウは目を輝かせます。ああ、そん代わりね、お使いを頼むよ。これから作る剣の素材を村の倉庫守からもらってきてほしいと言います。ほら、これが材料のメモだ。これを倉庫守に渡せばいいよ。うん、わかった。
戻ってきたね、ご苦労さん。ユウはもらってきた木材を手渡します。ギコギコゴリゴリトンテンカン、しばらく歌ったでしょうか。それはとても綺麗な仕上がりの木の弦でした。わあ、それを見て持ってきてくれた木は軽いけど丈夫な木でね。これなら岩にぶつけたくらいじゃ折れることはないよ。と鍛冶屋の主人は優に剣を手渡しました。ありがとう。ユウは鍛冶屋の主人に向かって何度も手を振りながら、剣も大事そう。
が村の出口に向かって歩いていると、少し離れたところからコンコンと鳴く声が聞こえてきました。声のする方を見てみると、小狐の魔物が村人に何やら助けを求めている様子です。心配になったユウが近づこうとすると、それより早く小狐はその場から立ち去る。気になるけど夜になっちゃうし、今日はもう帰らなきゃ。小狐、夜遅く、ユウは寝床で今日の出来事を王様ドラゴンに興奮気味に話します。王様ドラゴンはユウの話を微笑ましげに聞いています。そういえばね、とユウは困った様子の小狐のことを話します。それを聞いた王様ドラゴンは、ふむ、困った人を助けるのは立派な勇者の務めだよ。ユウのパパも困った人たちをよく助けていたものだ、と目を閉じて昔を懐かしむように語ります。ねえお父さん、明日も村に行っていい？ユウはもし小狐がまだ困っていたら手を貸してあげたいと言います。それはいい、ぜひそうしてあげなさい。王様ドラゴンも賛成します。その後ユウはいつものように
勇者のお話を聞きながら眠りにつきました。明日は村で人助け。勇は昨日見かけた小狐を探しに村までやってきました。あの小狐さん、今日もいるかな。当てはありませんでしたが、とにかく村中を探してみることにします。